スタウロスポリンは、1977年に、大村里志らによって、ストレプトマイセス属のホセン線菌ストレプトマイセス、ストーラスポリウスから単理された、天然物である。以後、ビスインドール骨格を有する同種の化合物が50種類以上単理されている。平面構造及び、相対立体配置は、X 線解説によって1978年。 1981年に絶対立体配置も同様に X 線解説によって1994年に決定された。スタウロスポリンは強力なプロテインキナーゼ阻害剤である。スタウロスポリンは抗菌活性から高圧作用まで幅広い生理活性を示す。また抗がん活性を示すことも明らかにされている。スタウロスポリンは プロテインキナーゼの酵素活性を阻害することで生理活性を示す。これはスタウロスポリンが酵素のアデノシン三ン酸結合部位に強力に結合するためである。スタウロスポリンはプロテインキナーゼ C 阻害剤としての活性が注目されていたが多くのキナーゼに結合して活性を阻害し選択性をほとんど示さない。この特異性の欠如は 臨床応用を不可能にしているが、研究のツールとしては有用である。研究では、スタウロスポリンは、アポトーシスの誘導に用いられる。アポトーシス誘導の機構ははっきりと解明されていないが、カスパーゼ3の活性化による、アポトーシス誘導機構の経路が明らかにされている。スタウロスポリンは、様々なキナーゼ阻害剤のリード化合物、潜具体である。さらに、 スタウロスポリンは、スタウロスポリンアグリコンの大量合成の出発原料として用いられる。K252C は、スタウロスポリン整合成の潜具体である。スタウロスポリン類塩体の構造をもとにして、開発された、PKCβ イソザイム選択的阻害剤、エンザスタウリンは、アクセリンパ種に対する分子標的薬として、ルボキシスタウリンは、 糖尿病性網膜症治療薬として臨床試験が行われるなどしている。インドロカルバゾールはアルカロイドのビスインドール類に分類される。これらのカルバゾールの中でインドアロカルバゾールズが最もよく単理され、特にインディロッピールロルカルバゾールが最も一般的な形である。インディロッピールロルカルバゾールは大きく二つのグループに分類される。一つは インドール間がハロゲン化され、7位炭素原子が酸化され、インドールの片方の窒素原子が β グリコシド結合を有する化合であり、もう一つは両方のインドールの窒素原子がグリコシル化され、ハロゲンを持たず7位炭素原子が酸化されていない誘導体である。スタウロスポリンは2つ目の非ハロゲン化誘導体に属する。スタウロスポリンの生合成は、 L トリプトファンから出発する。トリプトファンは L アミノ酸酸化酵素タオによってイミンへと変換される。イミンはスタートによって未導体の不安定中間体へと変換される。この中間体は自発的にクロモピロール酸へと変換する。酵素、ビオを持っている種ではこの中間体はビオによって酵素的に変換されバイオレーシーンの生合成経路へ分かれる。 アリルマイナスアリルカップリングによる方向感の形成はシトクロム P450 によって触媒されると考えられている。その後、P450 であるスタップによるインドール感同士が感化スタックによる脱炭酸反応によりスタウロスポリンアグリコン k 2 5 2 C が生成する。グルコースは酵素群、タ B、E、J、I、K によって NTPL リストザミンに変換された後、スタグによって、スタウロスポリンアグリコンのインドール管の一位に付加される。スタンは、もう一方のインドール管に等を分子内で結合させ、O デメチル N でメチルストーラスポリンが生成する。最後に、ストマによる O メチル化、スタムによる N メチル化によって、スタウロスポリンが生成する。スタウロスポリンの前合成は、 1995年に、サミュエル・ダニシェフスキーのグループによって達成された。その他スタウロスポリンをはじめ、類縁体の全合成が報告されている。ありがとうございます。